皆さんこんにちは。まるで梅雨が戻ってきたみたいなお天気なんですけれども、今日は多摩美術大学芸術人類学研究所主催の公開レクチャーにお運びいただきありがとうございます。限られた時間ではありますけれども、まあ、本日明日のオープンキャンパスで、多数学外からも見学に来ていただいていますので、美大で行われているさまざまな活動の中で、特に今日は本をテーマにしてお話ししたいと思います。ゲストは本学の情報デザイン学科教授の永原康人先生です。永原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のテーマはですね、素晴らしきアートブックの世界としました。まあ、本と一口に言っても本当にたくさんの種類があるわけですけれども、多摩美術大学ではアートとデザインの両方にわたってさまざまな書物が設計され作られてきています。中でも情報デザイン学科ができてから二十数年経つんですけれども、その中で永原先生中心に学生と一緒に本の概念を変えるというか拡張するというかですね、そういった取り組みがなされてきました。で、今日はそこで生み出された作品のいくつかを持ってきていただいていますので、それを実際に手に取って見せていただきながら、美大で本を作る面白さとか楽しさを少しでもお伝えできたらなと思っています。永原さんについて、紹介すると時間がなくなってしまうんですけれども、まあ、つい先頃まで、アートアーカイブセンターで、大きな展示がされていました。日本を代表するデザイナーとして、またアートディレクターとして、実に華麗で膨大なお仕事をされてきたんですけれども、一つだけ紹介するとしたら永原さん何を紹介しますか？一つだけですか？二つでもいいです。十個はダメですけども、やっぱ愛知万博、愛知トリエンナーレ、はい、一つですかね。ですね。愛知万博は2005年に開かれた、ね、はい、国際博覧会ですけれども、そこで、政府間のディレクションをされました。そこでまだ当時、これ新しい試みだったと思うんですけれども、インターネット上に、はい、パビリオンを作って、それを、現実の会場とその、会場外とを結んでいくという役割を担う、万博会場そのものを拡張するような、形のパビリオンをオンライン上に作って、作っていたということですね。でもう一つは2016年に開かれた愛知トリエナーレ、そのデザインのディレクションもアートディレクターとして関わっていただきました。まあ、僕が芸術監督を務めたということもあって、かなりそういう意味ではコラボレーションとして記憶に残る仕事になったと思います。まあ、そういう意味では非常に大きな博覧会とか芸術祭、国際芸術祭とかですね、非常に大きなディレクションをされる一方で、今日紹介していただくのはスケール的には小さな、ページ数も限られている、はい、そういう本になりますけれども、そのスケールのマックスとミニマムのこの開きがやっぱり、デザイナーとしての永原さんの一つの特徴じゃないかなと僕は思っていて、本当にこういう人はあまりいないと今まで一緒に仕事をさせていただいて思っています。さて、本なんですけども、最初にですね、ご印象に残っているタイトルの本をについてちょっとだけお話しして進めていきたいと思います。それはこういうタイトルの本なんです。もうすぐ絶滅するという紙の書物についてってですね、はい、でこれはイタリアの
記号学者で小説家としても有名なウンベルト・エイコがジャン・クロード・カリエールという人と対談形式でまとめた本なんですけども、まあ、タイトルにあるようにインターネットがここまで拡張して生活全般を覆うようになった時代に紙の本は生き延びれるのかというそういう話なんですよね。で結論を先に行くといや生き延びますということでむしろインターネットの方が先に死ぬだろうぐらいの勢いです。で、ウンベルト・エイコはおそらくバラの名前でですね、有名だと思うんですけども、まあ、古今東西のあらゆる種類の本を読んできた上でインターネット時代に実は電子書籍が持っている可能性についても正確に見抜いているんですよね。ですので紙と電子が対立するわけではなくてその2つのメディアが相乗効果でさらに豊かな知的生活が訪れるであろうと、まあ、そういう あまりペシミスティックな本ではないんですよね。タイトルから説明すると絶滅するんじゃないかって気もしないでもないんですけどそうではないと。でその本を最初に紙で、紙の形式で出版して今では電子ブックでも読めるというところなんです。で永原さんは実はその紙をやりながらさっきインターネットのパビリオンの話がありましたけども電子ブックについてもかなり早い時期から取り組んでますよね。そうですね、一番最初に作ったのが91年ですかね。91年、1991年。早いね。早いですねまあ読む人いなくても作るからね今まで何度かあったと思うんですよ電子ブック元年っていうの。はい、はい、まあ、一番最近では2010年ですよね、うん、その時は本当に元年になるかと思ったけどならなかったですよね。ならなかったね、うん、でこの本ウンベルト・エイコの本はイタリアで出たのが2009年、日本版はすぐに出て2010年なんですよ、うん、でまさにこれ電子ブック書籍元年になるかなっていうのに合わせて出したんですけどならなくて、出した時点でやっぱ紙の本がバカ売れしたみたいなね、うん、そういう話なんですけども今はどうでしょうね。 Kindle がかなり定着したと言えるんでしょうか。定着はしていますけれども、はい、内容によって例えばもう漫画は紙で読む人よりひょっとするとスクリーンで読む人の方が多いかもしれない。ああそうですか。ちょっと今日は会場にたくさん来てらっしゃるので今漫画を紙で読んでる人ってどのくらいいますか。あ1人2人3人 あとの人は皆さんスマホで読んでるとあるいは漫画全く読まないと、確かに、うん、そうですね社内でよく見かける、はい、うんですね。他の本ってのはどうなんでしょう。他の本はやはり紙の方が出ると思います、うんうん、これは永原さんしょっちゅうニューヨークや、まあ、アメリカに行かれますけども日本と外国というか例えばアメリカを見るとどうなんでしょう。公園とか外で皆さん本読みますよね、はいはい、それは全員紙の本を読んでます。あそう、うん、明るいと読めないから。あなるほどね、うん、で Kindle は明るくても読めるんだけどもお年寄りは結構 Kindle を読んでますね。それはお年寄りあれですか紙の重い本を重いからだと思います。読めない何冊も入ってすごく軽いので、うん、だと思いますね、うん、それから Kindle だと文字の大きさ変えられますよね。あそうですね。それもありますかね。それもありますね、はい、まあ、電子ペーパーでしたっけ、はい、あれは画期的だと思うんですけども、はい、どうです普段使ってますか。使ってます。あ使っていると、はい、いうこと。電子ペーパーは今 Kindle と荷札棚札ぐらいにしか使われていなくてで要するに普及していないですね。本当はポスターとか台替えになるんじゃないかなと思ったんですけどもなかなかこの普及と価格の関係で普及もっと普及すれば価格が下がるし価格が下がると普及するんだけども、まあ、どっちかがこううまいバランスで値段下がっていくんですけども、
まあ、価格的な問題があって電子ペーパーはまだ普及とは言えない状態ですね。まあ、これからということですね。いや、しない、しないんじゃないかと僕の予想では。あ、そうですか、はい、ということです。有機イールとかが、有機イールとかが出てきたので、そっちの方がやっぱり先に値段が下がって普及していくんじゃないかなと思いますね。うん、この間の展示で大きな電子ペーパーのデバイス使ってましたよね、はい、あれは特別仕様ってこと？いえ、あれは、サイネージ用に作って販売してるんだけども、うん、なかなか採用はされないっていう状況みたいですね。なるほどね。うん、まあ、もしかすると展覧会で使えるかもしれないですね。そう、展覧会では結構かなり僕は使えるんじゃないかと思ってるんですけど、はい、で、Eペーパーばっかり、Eペーパー作品ばっかり集めた展覧会とかも始まってますし、うん、はい、何か形にはできるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、そういう意味では実験というか、まあ、試行錯誤を繰り返しながら作っていくのがもしかすると電子ペーパーの世界。そうですね、そういうことですね。はい、で、さて、早速なんですけども、まあ、そういう意味では毎年授業の一環でさまざまなアートブックを作ってきた永原さんと、その情報デザインコースなんですけれども、今日は10冊程度お願いして持ってきていただきましたので、いくつかご紹介しながら、それがどういう意図で作られてきたのかということを少しお聞きしたいと思います。今ちょうど我々の前に並んでいるのがそれなんですけれども、どこから行きましょうか。まず PBL の紹介からでよろしいですかね。そうですね、はい、そうしましょう。2014年から、PBL っていう科目群が、多摩美にはありまして、プロジェクトベースドラーニングっていう言うんですけども、まあ、学外のって言いますかね、学外や学内のプロジェクトをベースにしてそれを事業化して、学科をまたいでさまざまな学科から履修生がやってきて授業を作るという、科目があります。で、その中で、パーソナルパブリッシングっていうね、アートブックを作ってそれを販売までしよう、パブリッシュしていこうっていう、出版までしようっていうようなプロジェクトを、2014年から、続けてきました。で、最初の頃は、毎年東京アートブックフェアに出品をしてそこで値段をつけて販売をするということをしていたんですけども、コロナに入ってから、コロナ禍になってから、東京アートブックフェアが、開催されなくなりましたので、1年2年お休みをして、で、去年から、自前でアートブックフェアを作る、アートブックの、展覧会を作るという形で、持続をしてきています。で、作った作品が、ずっと順次毎年こんな形で、全作品をまとめてるんですけども、1年目はね、なんか我々も頑張ってアートブックっぽい作りにしてるんですけどね、こんな形でこうか。で、ちょっとこれ毎年やるの大変だっていうので、まあ、2年目からはもう中閉じになっちゃって作ってます。でも、我々情報デザイン学科にはオンデマンドプリンターがあって、オンデマンドプリンターというのは、簡単な簡易印刷用のプリンターと考えてもらえばいいんですけども、そういうものがあって、これはそのデータを作ってそのプリンターにかけると、この中閉じの状態でポンポンと出てくる。で、もうプリントしたらこう、ね、ホッチキスの中閉じが見えると思いますけども、この中閉じの状態で出てきて、で、こことこことここと散布を切ると本になるという、そういう便利なプリンターが実は情報デザイン学科にはあって、で、それを使って毎年作ってます。で、こう全部の作品がこうね、これさまざまなものがあって、これはね、テキスタイルの学生で、それすごく大きいんです、サイズは。で、テキスタイルには大きなシルクスクリーンの、
要するに布を作るようなテキスタルをするシルクスクリーンの装置があって、でそれを使って作ってるのですごく大きいんですね。で、こういうような、これはテキスタルの学生で、一方これは日本画だったかな、油画だったかな、ほぼ手書きっていうような感じで、で実際に、これは刷ってますけども、実際にドローイングだけで手で書いただけの本っていうのも何冊か出ています。でそういうふうな学科ごとの特徴というのも出て、なかなかこう楽しい、授業でした。毎回、毎回というか毎年何人ぐらいの参加なんですか？募集は25人なんですけども、はい、結構競争率の高い授業で、で、30人ぐらいは取ってますかね。大体それで2倍ちょっとの倍率になってますね。まあ、こんな感じで毎年作ってます。ちょっと毎年20冊から30冊本ができてくるってことですよね。できてくるってことですね。で、実際にはちょっとね、やってみてびっくりなのは売れるんです。完売、まあ、3日間ぐらい展示をするんだけども、はい、1日目完売っていうのが結構あって、うん、そうするともっとびっくりするのが、次の日にはまた作ってくるんですよね。多分寝てないっていう状態で作ってくる。そうですね、うん、昨年のたまびのアートブックフェア、はい、下北沢でしたかね、はい、開かれた会場に行ったんですけど、初日行ったら確かにどんどん売れるんだよね。これびっくりしました、うん、ということはマーケットがあるということでしょうか。ある程度多分東京アートブックフェアなんていうのはものすごい人が来るので、うん、まあ、そことつながってるということは、東京だけではなくて台湾やバンコク、はい、そしてヨーロッパアメリカにもアートブックフェアというのは今本当に増えていると思うんですよね、はい、そことつながると一気にここで作られた作品、こうした本が国際的なマーケットの中で、そうですね、紹介されるということになりますか。そうですね、うん、ですこれは一般の書籍の流通とは大きく違うということそうですね、ですね。通常イタリア語の本はイタリア、日本語の本は日本で流通するのが普通ですし、英語の本は少しそこが違うと思うんですけれども、うん、大体書かれた、印刷された言語によって、国境がある程度確定されるんですけど、アートブックっていうのはそこをこう軽々と、そうですね、うん、我々も読めない言語の本も買いますからね、うん、買いますよね、うん、書店ではね、はい、書店では買わないけども、うん、アートブックフェアに行ったら買いますよね。そうですよね、うん、でそういう本と出会えるのがアートブックフェアの、まあ、楽しみの一つでもあって、はい、まあ、皆さんロンドンやニューヨークで見たことありますけども、大きなスーツケースを持って買いに来てますよね、はい、はい、というわけで、今日は大型の本もありますけども、どうしましょう。これじゃあドイツの紹介しましょうか、はい、さっき、はい、じゃあドイツの、じゃあお話の流れから、はい、これはドイツの、これとこれと見せるかな、よいしょ、ドイツのね、シュトゥットガルト芸術大学っていう、ところで、作っている、バグマガジンっていうね、ハードブックの、マガジンの3号目なんです。でこれは、ドイツの大学だけで作ってたんだけれども、コロナになってオンライン上でどこでもつながれるということが、まあ、分かったので世界中の美術大学や美術学校から作品を集めて作られています。で日本は多分たまびだけかな、参加しているのは。で割と意外にといいますか、
アートブックみたいな言葉を立てて授業をしたりしてるのはたまびぐらいなんですよね。で、まあ、先方が見つけたのがたまびだけだったみたいな感じだと思うんだけども、でこういう畳まれた本からこれはちっちゃなね本ですけどね、これ一つの 美大というか、まあ、学校で、はい、でから一冊選ばれてるって感じですか、それとも複数、複数ですね、うん、でこんなんこれなんかは一冊作ってきて送ってきてパッケージしてるっていう感じだと思います。なるほど、ね、でもう単純にカードだけのとこもありますし、はい、でこんな風に本当に、これフリーダムっていうテーマで、全体いろんなところの人が作ってるんだけども、うん、本当に何ていうのかこう先ほどおっしゃったようにもう軽々と世界でつながるという感じがしますね、うん、もう簡単に一冊作っちゃうっていう感じです、うん、でその中で、まあ、この中でどっかなお尻の方にここか入ってるんですけども、うん、まあこれに参加したんだけれども、この箱の状態で参加者全員に配られるわけではないので、せっかくだからこう参加した人だけでもう一冊作ろうということで、うんうん、作った本がこの「フリーダム」っていう同じテーマのこの本なんですね。でこれはハンドソープレスっていう、リソグラフの工房があって、はい、で、まあ、そこのスタッフの方が、我々の非常勤講師で来ていただいてて、うんうん、で、そこから声がかかってこのプロジェクトに参加するんですけども、はい、よいしょ、で、まあ、こんな風に、あ、これは何人かの学生作品のオムニバスみたいな感じですね。でそれでテキストを書いて、はい、うんうん、まあ、詳しいプロフィールとかも書かれているという、はい、まあ、そんな感じですね、うんうん、これで5人かな、うんうん、5人分のもの と、私とシュトゥガルト大学の教授のインタビューが載ってるっていう感じです、うん、はい、まあ、ボックスセットみたいな感じですかね。そうすると、あ、こっちはそうですね。こっちはね、はい、はい、でこっちは本にして閉じてますけどもね、うん、まあ、面白いと思うのはコロナ禍で、人の移動、物の移動がある程度少なくなる中で、ネット上では盛んにこうした、そうですね、むしろそういった交流がより、強く大きくこう成長してるという感じがして、でそこから本が生み出されてると、うん、2021年2年1年ですね、1年ですよね、はい、でこういったことってあの一般の本屋さんに行ってももちろんわからないし、うん、美術館や博物館に行ってもわからないんですけれども、実は本というのは、流通し始めるといろんなところにこういう形で広がっていくと、これは別に値段がついてるわけではないわけではないですね、ないですよね。そういう意味で、フリーダムというタイトルだと聞きましたけども、まあ、あの自由に作れて自由に、流通する、うん、そういう本アートブックのなんかいい例じゃないかなと思います、うん、もうあとじゃあ一つあれがいいかな、はい、これもリソグラフでしたか。そうですね、はい、はい、リソグラフも何年前、4年前かな、うん、に、導入してからその PBL 科目用に買ったんですけども、リソで作る人がすごく増えましたね、はい、で、これは、芸術コースのメディア芸術コースの留学生の、
ポリーさんはどこでしたっけ、タイでしたっけ、はいですね、はい、でタイからの留学生がこのタイ料理をこうテーマにした、はい、かわいい絵本とか漫画の本というか、アートブックを、作ってくれました。これ終了制作じゃない、その手前か、1年生の時ですか。1年生の時の作品だったと思いますね。 M1 の時ですね、はい、でタイの食生活の中でに現れるカニとかドリアンとかエビとか、うん、まあ、そういった食生活に託して、ジェンダーも含めた、うん、今のタイの社会のさまざまな話題を、ま、そういう意味では食べ物のメタファーに託して語るという、うん、とってもスマートな作品だったと思いますけども、うん、これ2色ってことになります。2色ですね、うん、2色ですごく豊かな表現ができている。やっぱりこのリソグラフ独特の質感っていうのはありますよね。そうですね、いわゆるまあローファイというふうに僕は言いますけども、はい、要するに精細ではないというこというのと、やっぱり価格的に非常に安く作れるので、うん、まあ誰でもが簡単に安く作れるっていうので、うん、非常に民主的な印刷方法というのでアートブックとかには、うん、なんだろう、親和性が高いと言いますかね、うん、よく使われるっていうね、はいはい、紙もなんかわらばんしみたいな紙ですか。そうですね、割とね、はい、上質紙ではないで、その方が合いますよね。そうですね、こういう内容には。でもこれにしてもわらばんし風で、うん、実はちょっと高い感じですね。やっぱりわらばんしにしちゃうと持たないので。ああそうか、うん、10年持たないと思うので、うん、だからこれもなんかそういう安い紙を装って少し高い紙を使っている。実はね、まあ、手触り感みたいなのがね、うん、そうですね、はい、あるんだろうなと思います。うん、どんどんいきましょう。どんどんいきましょうか。ピアノいきますか、はい、これまた全く違った物質という意味では、はい、これは本なのかということですが、そうそう、これはね、ジャズっていうタイトルがついてる鍵盤の、まあ、これがついてるからシンセサイザーかオルガンかっていう感じですけども、うんうん、ここが鍵盤がページになっていて、で、ジャズの名曲がのタイトルとイメージの画像がこうコンテンツになってるんですけども、全部こんな形でこう見れるですね。これは驚くほど精度が高いですけど、作った時は多分3年生だと思いますね。あ、学部の3年生、今4年生だからそうだ、はい、3年生、うん、確かにこれクオリティ高いですね、うん、鍵盤と黒鍵の間の。そうなんですよね、こうめくれるっていうのがやっぱり秀逸で、うんうん、めくれないとやっぱり本という認識ができないんだけど、うんうん、こうめくれる構造だけで本になるっていうのが面白い。ああそうか、うん、そうですね、本はやっぱりめくれるっていうのが、はい、大事ですよね、うん、はい、こんな感じですね。実にユニークな本が生み出される永原ゼミなんですけれども、ユニークさという点ではやはりこれでしょうか。ちょっとすいません、はい、ありがとうございます。これ意外に重いんだよ、重いんですよね。これでわかるかな。これをね、こういうリングで閉じてあって、こう一つ一つが、あ、逆さまかな、逆さまだ、うん、一つ一つがこう服になってるんですけどね、こうですね、はい、ちょっと全体見えないけども、
こうパンクファッションのボロ切れといいますか、パンクファッションの切れ端といいますか、それを全部こう閉じ込んであって、で、こういうのは自分で吸ってるかもしれませんね。ああ、布地をまず集めて、そうですね、でそこに、まあ、パンクファッションというかパンクミュージックの、そうですね、グラフィックを、これ印刷じゃないですか、もしかすると。これは、うん、そんな感じがします。そうですね、これはこう元々のこういうのとかね、こっちはもともとの T シャツか何かの生地かな、でそこにこうポケットとかをこう入れ込んでしているような。これもめくれて読めるから、そうです、そういう意味では本だよね。そうなんですよね、うん、こう内容がちゃんとコンテンツがあるっていうのが、うん、これはちょっと、これはテキスタイルの学生？いや、これ情報ですね。あ、本当。はい。タグがついてるのが面白いね。うん、タグがついてるのが面白いですね。タグも自分で作ってるわけですね、これ。タグはね、違う？いや、こっちは自分で作ってますけど。そうですね。うん。うん、こっちは自分で作ってて、はい、こっちのなんかリアルなのは何かのでしょうね。いや、面白い。うん。とこういう。本ですね。これな、ちなみに何年生の時の作品ですか？今4年生だから3年生の時の作品ですね。うん、1点だけ ?1 点だけ、1点だけ。これ売れるんじゃないかな。売りたくないんじゃないかな。そうだね。思い入れあるもんね、うん。今は服作ってますけどね。ああ、そうですか。うん、やっぱりこうコラージュの服を作ってますけど。うん、いや、かっこいいですよね。うん、この何ていうのかな、安全ピンとこのリングの感じとか、そうそう、かなりこだわって作ってるような気がします。うん、でやっぱりこういう文字がこうファッションの中に入っていて、で、なんだろう、一つの、スタイルを作ってるのがパンクファッションなので、それに着目して文字のところをこう中心に集めてるっていうのも、うん、本を作ってるという意識がやっぱりあるっていう感じですかね。ページがあのテキスタイルで、その上に載っているテキストが、まあ、パンクデザインの、そうですね、うん、タイポグラフィー、うん、まあ、そうするとかなり立体的な、まあ、ものとしても立体的なんだけども、はい、内容も立体的で面白いなと思います。はい、うん、まあ、パックムーブメントが出てきたのが70年代だから、はい、それを知らない世代ってわけでしょ。そうですね、はい、うん、情報でしか知らないですよね。うん、でそれがこういうもあの情報でしか知らなかった世界がもう一度ものになって、はい、かなり重量級のものになって出てくるっていうのもね、うん、それがアートブックの面白い現象かなって気がちょっとします。うん、もう一つぐらい、もう一つ二つ、これとちょっと対極なんですけども、 それはい、これはね、はい、これもあのファッションといえばファッションなんですが、ファッションね、ファッションね、これはかわいい、これはこの「あさこちゃんのお着替え」っていうタイトルなんですけど、今日はどんな服を着ようかなっていうので、こうパジャマからこう着替えていくお話なんですけどね、うん、こうズボンを履いてみたんだけど、ズボンにスカートがいいなとかってスカートにしたり、上着を変えてみたりして、一日の朝のコーディネートをこう絵本にして、でだんだんとこう気に入った服ができてきて、最後まあ髪型をちょっと考えて、でこれで今日はこれで決まりという、そういうありそうな朝の絵本っていう感じですね。うん、でこ の, あの本のページを切って、モンタージュしていくっていう、はい、これはあの歴史的には長いですよね。長いですね。すぐに思い出すのはあのレーモン・クノーの、はいはい、
1ミリオンでしたっけ、はいはい、テキストをこう一行一行確か全てこう、ね、切ってあって、それを組み合わせると組み合わせによって100万通りの詩になるっていうような内容だったと思いますけどね、はい、それからシュルレアリストたちが、まあ、半ば遊びのように、うん、作ったカダーブルエクスキーでしたっけね、はい、まあ、そういう意味ではあのアートブックをこう遡っていくと、あ、いろんなアートムーブメントに行き着くっていうこともあって、うん、まあ、そういう意味ではあの可愛いけれども形式としてはそれなりの歴史があるね、ね、はい、そういうことでしょうか、はい、うん、これは2年生の時ですかね、2年生学部のね、うん、あ、そうですか、お、名前が書いてあった、はい、はい、では、まあ、どんどん時間が経っていくのでこの辺りで、そしたらガラッとこう、情報空間の中で展開する本というのを一つだけ紹介していただきたいと思います、はいはい、ちょっと待ってくださいね、はい、これ今あの今日の公開トークを行っているのは多摩美術大学の図書館になります、図書館は2007年でしたかのオープンだったと思いますけれども、アーチがとても印象的な建築家の伊藤豊さん設計の今そのアーケードギャラリーというところでお話しているんですけども、そのアーケードギャラリーの中に、はい、出ました、夢の旧作の少女地獄っていう小説が図書館中にこう張り巡らされるようにして読めるっていう、そういう AR っていうオーギュメントリアリティっていう技術を使った、まあ、仮想の本の形ですね、うん、まあ、AR はあのオーグメンテッドリアリティの略なんですけれども、拡張される現実という意味、まあ、ある意味でその現実に映っている空間と仮想空間が重ね合わせられて表示されるというそういう技術なんですけども、この場合は、現実空間の中に仮想空間上に現れるタイポグラフィーがそのまま表示されて、でしかもカメラを動かすとその動かした角度でも読むことができると。これあの一つ感心するのは文字が平べ、なんていうんですかね、あの平べったくなくて文字に少し厚みがあるでしょ、はい、はい、だから一つ一つの字が活版の活字みたいで、うんうん、そうですよね、厚みがあってその厚みの分だけ光って見えるし、それと横書きと縦書き、これ混在してますよね、混在してるし、それから少し何だろう、波打ってるというか、はい、今ちょうど映ってる情報にあの上の方に映ってるのがそうなんですけども、これなんか波打ってますよね、うんうん、こうやっぱ空間的な、うん、空間的な配列というのを意識してるんだと思いますけどね、はい、床に行くとこうやっぱり平べったいですもんね。ああ、なるほど。床に配置してるの、はいはい、こう近づいていくと近づくんですけど、お、近づくとやはり大きくなりますね。大きくなりますね、はい、うん、だからやっぱりあのうまく連動して、読むことが、まあ、読むというのか、この場合は空間全体が本になってしまうっていう、はい、うん、空間を環境をと言った方がいいかな、うん、環境全体を書物にしてしまうというそういうデザインだと思います、
はい、ありがとうございます、はい、これちなみに今年の作品、これは去年の3年生ですね。あ、去年の学部の3年生だと、はい、今年の4年生ですけど、4年生ですね。いや面白いですよね、うん、3年生がこの夢の旧作を選ぶってところがそうなんですよねなぜなぜ少女時が地獄なのかなっていうのもあるし、うん、まあ、実に面白いと思いますね、うん、こういう作品、それから先ほどのこの、パンクファッションの本を見ると、このあたりをもしウンベルト・エイコが生きていたらボローニャ大学に送りたいなっていうふうに思ったりもするわけですよね。というのはやっぱり世界中に大学たくさんありますけども、やはりあのアートスクールというか美大でなければ生み出せない本の形や本の楽しみ方っていうのは確実にあって、それがこういう形で毎年実験と、まあ、試行錯誤を繰り返しながらどんどん生まれてくるっていうね、はい、面白さあると思います。でちょうど今といいますか、まあ、オープンキャンパスに合わせて、情報デザイン棟の1階で今年のワークショップの成果が展示されて、います。先ほどちょっと見てきたんですけど もう本当に面白くて、例えば何だったかな、あの蝶々の本がありましたよね、蝶の標本の形をした本とか、それから星座の形をしたページの本とかいくつかあって、これもやっぱ毎年全く違うタイプの本が出てくるってことですよね。それはよく分かりました、まあ、これが展示風景、こんな感じで、こんな感じの場所でやってるんですけども、ちょうど隣の情報デザイン棟の1階ギャラリーになります。で、先ほどこの、パンクファッションの本を見てもらいましたけども、この一番手前の学生服、これがこんな感じで学生服の本になって、ます。こうスカートのひだがページになっていて、スカートのひだにテキストが全部入ってたりとか、襟がこうめくれるようになって、いて、そこにもやっぱりテキストが並んでたりとか。これ印刷してるんですか？印刷してます。UV プリンターですね。あ、すごいね、うん。ちなみに本の内容は何でしたっけ？レモンですね。梶本次郎のレモン、はい、が制服に、そうですね、印刷されてるという、着れる本という、着れる本ですね。なんですかね。はい。はい、それから、あ、こういう形です、ね、これがね、本には見えない、見えないね、どう見ても本には見えないんですけど、ペーパークラフトの、ジューサーと果物なんですけども、この、果物を入れると、ジューサーに入れると、向こうの本に、ミックスジュースの作られている様子が映し出されるっていう、そういう作品です。でこれは、まあ、情報デザインっぽいインタラクションのあるもので、本の内容をこっちのこの、非常にこのなんていうかなイメージとして作られる本の内容を、ペーパークラフトっていうその物理的なもので、結びつけてるっていうところが非常に面白い作品ですね、これはたまたまこの隣で人が見てるんですけども、はい、こういう作品で、これは絵本なんですけど、こう開いていくと歯ブラシが出てくる。で、カバじゃないワニの歯ブラシを、ワニに歯ブラシをしてあげるという絵本で、子供が自分の歯磨きを覚えるっていう。なるほどね。そういうもんですね、中に実際に子供用の歯ブラシが入っている。そうです、そうです。これは売れるんじゃない？売れそうだよね作れそうな感じがする、作れそうだよね、とか、これが先ほどの蝶の、はい、ビブリオ本の虫っていう題なんですけども、タイトルが秀逸ですね、本の虫、まあ、本の虫って 本好きの人のことを言うんですけどね、で、それを標本型にして、こう 羽にテキストが
書き込まれてるっていう結構繊細な、これ触ると潰れるんじゃないかなと思うような本なんですけど、うん、まあ頑丈には作ってあると思いますけどね、うん、そういうものですね。とかこれは家具、これは閉じることができます、すべて。あで、これはまあ普通に全部開くことも閉じることもできるんですけども、うん、そういう開いてる状態が左の方ってことかな、全部。あそうです、全部開いてるのが左の方ですね、はい、で閉じると本になりますという、ものですね、うん。まあ、ここまで来るとこう、まあ、オブジェとしての本かな。そうですね、うん、これがまあ実際にこう内容が入っているものというのは、まあ、実際にはあるんですけども、うん、非常にこれはなんか花を挿したりとか、うんうん、そういうふうな用途まで考えて作っているところが特徴ですかね。でこれはねちょっとタイトルが消えちゃったんですけども、本もどきっていう 本じゃないんですよね。だから本もどきの本っていうので、うん、手触りをが ふわふわの本だったり、うん、そうですね、で、持ったらすごく軽いで持ったらすごく重いとかっていう、うん、ちょっと違和感のある本とか、うん、でページが中に1枚しかない本とか、うん、でこれなんかは、針金で作ったフレームしかない本なんだけど、うんうんうん、でそういう本っぽいパッと見て本に見えるんだけども本じゃないっていうものを作ってくれてますね、うん、これは何年前、1970年代に多摩美に柏原悦知さんっていう作家がいて、はいはい、学生だったのかな。でその時に、これは本ではないっていう本を作ったんですね、うんうん、であ違う、これは本であるっていう本を作ったんです。これは本である、ね、本だっていう本を作ったんですね、はい、で、それの真反対のような感じで、うんうん、これは本ではないというんだけどどう見ても本みたいなものを作ってるっていう、うん、見かけは本だけれども、はい、本ではないってことですね。そうですね、本もどきだって言ってるんですね、はいはい、こう50年前、50年を隔てて同じ場所で、あなんか対極の作品ができるっていうのが面白いなと思いますね、うん、これは2年生です。これは3年生です。3年生のワークショップですね、はい、はい、そうですね、まあ、これが展示風景なんですけども、はい、メディアデザイン1の中で、まあ、もういろんな本がぜひ会場に足を運んで見ていただきたいと思います、紹介しだすとあっという間に時間が経ってしまったんですけども、はい、まあ、こんな風にですね、アートブックの世界というのがどれだけこう、まあ、意表をつくような、通常我々が本だと思っている形をもうはるかに聞こえた AR から布からそしてインターネットを通じて世界中の美大の学生とつながるようなそういうプロジェクトまで、いかにダイナミックでエネルギッシュな世界かというのを少しでもお伝えできたらよかったかなと思います。ちょうど時間になってしまいました。実際の作品はぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。永原先生、今日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。